されるんじゃないかと思って。東京にいても英虞湾の真珠が頭から離れません。パパは海が好きだからきっと楽しんでたんじゃないとか言うからさ、そうか、じゃあそういうふうに考えようっつってあれしてたんだけどね。ね、楽しいね。どれくらいできてるの？パパが本当に楽しんでいたらばそれなりにできるかな。いいね、かもしれないね。あともう一頑張りだよ、お父さん。いろいろと思い出したりとかしながらで向き合うことができて、あ、いい時間だな。半年ぶりに金子さんが英虞湾にやってきました。夫、隆さんの真珠を引き上げます。割と頑固っていうか偏屈なところもあったから、そういうあれができてるのかな。